アイスフェスティバルへようこそ。氷ばかりで寒いように見えますが、夏ということもあり、寒すぎることはありません。多種多様な展示がありますが、中でも大人気なのはアイスアートコーナーにある氷の像の近くで撮影できるフォトスポットです。シロクマやペンギンなど寒いところに住む生き物の像がたくさんあったので、トキヤとレンと3人で記念撮影をしました。氷の動物たちは今にも動き出しそうなほどの生命力に満ち溢れていました。開催中は氷が溶け出すこともないそうです。外は暑いですが、アイスフェスティバルには涼しくなれるイベントがいっぱいです。あなたのお気に入りの場所を教えてください。日本の夏には楽しみがたくさんありますね。浴衣に花火、お祭り、このイベントもあなたにとってそんな思い出の一つになったでしょうか。冬には寒さを連れてくる氷ですが、今はただ静かに私たちを癒してくれている。厳しさではなく優しさを感じます。溶けない氷というのは不思議です。こんな風に近づいて触れられるのも今しかできない経験なのだと思います。それならばこのひとときをもっと特別な思い出にしたい。あなたの望むところへ連れて行きます。冷たさがぬくもりを教えてくれる。私と過ごす時のあなたの熱を今ならはっきり感じられますね。